皆さんこんにちは、ケンボチャンネルのトリです。お疲れ様です、ケンボです。今日は何するんですか？うなぎ食べに行きます。イエーイ。うなぎですよね。名古屋ってつまぶしとかね、そういう有名なんですけど、今回行くうなぎ屋さんはちょっと特別なね、形で食べれるうなぎ屋さんなので、ソウキさんうなぎ大好きなんですよね。はい、パパもママも大好きなんですけど、ちょっと値段が高いので頻繁には行けないんですよね。今日はちょっと特別な日ということで、うなぎ食べに行きましょう。はい、お店に移動。お店着きました。今回のお店がですね、うなぎ4代目菊川さんですね。じゃあメニューから選びたいと思います。はい、どういうもの？結構すごいじゃん。ね、はい、名物の、はい、じゃあもう一択じゃん。はい、そうです。他のメニュー見てください。選びます。どう？チャンネル登録お願いします。来ました。はい、しました。行ってみます。ソウキさんが頼んだものはこちら。うな重。これが一本重というものですね。これは何だろう、ちょっと開けてみよう。次お茶碗だ。で、こっちに来ますかな。開けて、うん、すごいですね。で、続いてパパ。パパは、よく見ていただいたら分かると思うんですが、パパはですね、じゃん。この姿は名古屋名物のつまぶしです。美味しそう。これも一本ひつまぶしってやつですね。そうですね、一本ひつまぶし。はい、じゃあどうぞお召し上がりください。いただきます。こちらですね。うん、薬味を添えて食べ、薬味を添えて、この時に感謝いただきますだよ。ママ、ゆーちゃん大好き。じゃあこっち、半分ずつで食べてみる。ご飯を食べれなかったらちょうだい。少しお茶漬けです。ご飯を食べたい。うまい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、食べましたね。どうでした？美味しかったね。スープがね、なんかジュースの皮みたいなのが入ってました。気まずいにね。パパは、いや、めちゃくちゃうまかった。特にこう、お茶漬けがあっさりしてて、出るうまかったです。本物に迫力が、インパクトすごかった。お茶漬けってお茶入れたの？うん、あ、お茶でお湯か。だし、だしを入れた。名古屋名物なんです。はい、ひつまぶしですね。いや、出会いうまかったです。うまかった。今日は特別な日って言ってたんですけど、今日は何の日ですか？パパとママの結婚記念日なんです。
ママの大好物ということでうなぎを食べに来ました。ママは世界一好きな魚だからね。美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。一回外出ましょうか。一回じゃあお会計します。お帰り、帰ってきましたね。はい。うなぎどうでした？よかったな、うなぎ。いつもはちょっと行けないからね。こういう特別な日に、また行きましょう。だからもう、美味しいものを食べながら動画にしつつ、楽しんで、行きます！行きましょう！じゃあ、今日はここまで。また見てね、ケンボチャンネルのグッドボタン、高評価、チャンネル登録、グッドボタン、お願いね！ツイッターのフォローもお願いします。バイバイ。